第7話3月5日ユリ&テオ初デートは予想外の出来事が連発。心の声が聞こえるユリに飯山が警告。二階堂ふみ主演アイラブユー6話が2月27日に放送されました。韓国人俳優チェ・ジョンヒョプのときめく心の声と笑顔が可愛いと話題のラブストーリー。6話は本宮ユリ、二階堂ふみ、ユン、テホ、チェ、ジョンヒョプ、花岡、中川ひよしが北海道に。テホ、チェ、ジョンヒョプは本採用になったものの、ユリ、二階堂ふみに振られたことで元気がない。気まずい雰囲気が漂う中、ビジネス交流会が北海道の阿寒湖で行われることになり、花尾が中川大志、ユイ、西野、鳴海ユイ、相原、源内総一、そしてテオも行くことになる。ユリは父の誠、立川志らくに北海道に行くと話す。北海道は12年前に事故があった土地。誠は美味しいものを食べてリフレッシュしてきなと、ユリの心配を取り除く。テオの3人で北海道に、釧路空港にて、タンチョウスルは絶滅危惧種、サルルンカムイ、アイヌ語で湿原の神様という意味だとテオがユリに話す。ユリがテオを見つめると、テオの心の声、ダメだ。見ないで。花岡がテオとユリのツーショット写真を撮るも、二人に笑顔はなく、やたらと距離も離れている。その後食事をすることになるも、花岡は海鮮丼、テオはスープかと言い、どっちを食べるいとなる。ユリはどっちが食べたいかを聞かれる。花岡の心の声、北海道といえば海鮮丼だよな。テオの心の声、スープカレー食べたい。花岡の目を見る、海鮮丼と心の声。テオの目を見る、スープカレーでしょと心の声。悩んだ末にラーメンを食べることに。3人で座ろうというとき、花岡とテオが向き合い、ユリはどっちに座ろうかと迷う。花岡の心の声、ここは俺が空気読まないと。花岡はテオの隣に座るように促すが、テオはダメですと拒否。結局花岡が気を利かせてテオの隣に座る。交流会ではテオは通訳として活躍。テオの姿を見つめる女性、ヒョンリが、花岡が仕事の説明をし、何か質問があるかと、とうとうテオは、しつこい男は嫌われますかと。花岡は何かあったのかとテオに聞くと、テオは振られたと告げる。花岡さんは好きですか、ユリさんのことと詰め寄るが、そこにユリがやってきた。焦る花岡はとりあえずとその場を逃れ。一方、研究室では飯山教授、杉本哲太がテオから失恋したとメッセージを受け大騒ぎ。小野田、清水博也に彼女を説得してきてほしいと頭を下げる。そこで小野田は新博、山下美月と会い、テオの好きな相手がユリだと知る。
席を立とうとする小野田を引き止める新広は猛烈アプローチ。その頃、北海道では3人でホテルに移動。やたらと遠い場所でぐちぐち言う花岡とゆり。ホテルを予約したのがテオだと分かり、気まずい雰囲気に。取り繕う花岡とゆり。テオは、僕がいるから困ってますか、とゆりに言う。花岡がさりげなくゆりをかばうと、花岡さんは、ゆりさんのことなんでもわかるんですね、と拗ねてしまう。ゆりと花岡が大学から一緒で起業したと聞き、仲がいいですね。家族に怠惰、という店員のさりげない言葉に反応するテオ。テオはゆりから企業のきっかけを聞き、二人は特別です、と。すると、料理にお酒が入っていて酔ってしまった花岡は、俺じゃないんだ。ごめんな、と言い出し寝てしまう。ゆりは、花岡の寝言、二人にうまくいってほしいだけなんだよ。じゃないと、俺はごめんな、を聞く。眠れずに外に出るとテオもいた。テオは一緒に見ようと空を指さす。テオはラッコは地球で一番毛が多い。僕も寒さには強いので、とユリに毛布を差し出す。ユリはテオの願い事が何かわからない。テオを引き止めようとすると、もう振り回さないで。僕はもうゆりさんのことを好きじゃないです、と告げる。テオの心の声。嘘だよ。ごめんね。実は僕はあなたをすごく愛してる。ゆりの耳には女性の火星で韓国語のキラキラ星が聞こえる。交流会でテオは韓国の投資家の民、ハナ、ヒョンリと出会いゆ、ムンイといい、絵本を読んでくれた女性の姿を浮かべる。ヌナ、とつぶやく。テオは、キリタップに行きラッコを見て帰るという。ユリは、花岡と飛行機に乗ろうとするもテオの、愛してる、の心の声を思い出し足を止めてしまう。花岡は何かを言いかけるユリに、言わなくてもわかる、とテオのところに行くようにと、迷うユリにじゃんけんで決めようという。花岡が勝ったら、ユリが霧タップ岬に行くユールール。じゃんけんぽん。花岡に背中を押され、ユリはテオのもとに。花岡は、ゆりの背中を見つめ、何年、一緒にいたと思ってんだよ、とつぶやく。霧タップ岬に行ったゆりは手をに告げる。ゆり、好きです。ゆり、僕も好きです。テオくんのことが大好きです。テオは韓国語で、僕も好きです。愛してる。すごく愛してる。と叫ぶ。二人はキスをして強く抱き合う。その頃、教授はパソコンに向かい、心の声聞こえる左耳、と検索。ついで、韓国語で、心の声聞こえる少女、と検索し、見つけた、とつぶやいていた。第7話は、この続きから始まります。I love you の第7話では、ついに、ゆり、二階堂ふみ、とテオ、ジョンショブ、の、思いが通じ、恋人同士になりました。第7話は、
この続きから始まります。 I love you の第7話では、ついにユリ、二階堂ふみ、とてお、上職が思いが通じ、恋人同士になりました。新しい愛の冒険が始まる中、ユリはテオのラブラブなアプローチに戸惑いつつも幸せを感じています。ユリとテオはテオの提案で初めてのデートで温泉に訪れることに決めます。しかし向かった先で予想外の出来事が待ち受けていて、果たして二人のデートはどのような展開を迎えるのでしょうか。一方で進展しない小野田との関係に焦る新広は大胆な行動に出ます。彼女の勇敢な一途に注目が集まります。同じくこの時期、ユリの特別な力に気づいた飯山はテオに彼女との関係についての忠告を行います。テオはどのようにそのアドバイスに応えるのでしょうか。新たな恋愛と友情、そして特別な力に包まれた7話では、 I love you さらにドラマチックな展開を見せそうです。